Thank you.
少しはやるようだ。こいつやはりできるな。肝を冷やしましたよ。番兵の数が多いな。足がここに残ります。何かあれば合図を出します。鳥か、そうだ、猿の真似。What's up, Irsch, midden the rims table? Ach, kein Uchivo, ich kill Bullock noch. Sein Herr! じゃの改造を見つけた。これでよし。落ちた愚鈍なわなべだ。
しありました。ああ、行くぞ。砦を奪われた。次はルミンの野営か。間に合ったか。よくやった。全てあるな。しばらく海路を調べさせてくれ。それから出立だ。あしらの前に着いた人は？乗せてやったが、船はもういっぱいだ。余計な荷を捨てたとしても、せいぜいあと一人分ってとこだな。ケンジ、備えは？もう立ちます？時期だ。あとはお前だけ。仕事ができて楽しかったぜ。あんたとな。俺もだ。本当に乗らない？酒樽に隠れちゃえばいいんですよ。酒井様はお尻が小さいですし、油でも塗れば。遠慮する。まだやることがあるのだ。ではこれでお別れですね。うまい酒を取っておいてくれ。またいつか共に飲もう。喜んで。フグ、何か忘れ物ですか？あっしの両親をね。恩返しがまだだった。船に乗れ。でもケンジ様、早く行け。代わりに足が乗るぞ。よく心を決めたな。足は何とでもなりますから。でもフグはそうじゃない。これでいいんです。もしや足とお別れできると思っちまいました？逃げられなかったな。一杯飲みますか。息のクロードに。その名は忘れちゃいましょう。もう一度伊豆原の沖まで出ようかと思ってるんだ。やめとけ。海で猛虎にやられるぞ。お高族で島を攻めてる。いいや、対馬の猛虎は荒々しくて嫌おうとして殺すらしい。
させた。逃がしてやる。次に会った時には一杯おごるよ。道中気をつけよ。どうかこれを。大事ないか。行善をご存知でしょうか。メシの語り部です。名は知っておるが会ったことはない。語りが恐ろしく、あの声も人のものではありません。そして槍川の火の少量という伝承、途中で逃げ出してしまいましたが、どう終わるのでしょう。その語りは知らぬ。だが皆の望みとなるような伝承だろうな。行善に会った折に聞いてみるとしよう。よろしいのですか。困っている者は大勢いるのに。辛い時は幾度もあった。またやり直せばいい。猛虎の恐ろしさを知らんだろ。お前だって侍の恐ろしさを知らんだろ。あの日の痛み、あの悲しみさえも。やってみればいいさ。私が黙っちゃいないよ。あんた一人かい。隠れれば。お前の息子は頭の罰を受けてたぞ。悪さをしたからな。それが掟だ。ま、頭は従わねえ。何を言ってんのさ。主がいるわけでもないくせに。でも夫ならいるよ。夫は夫、それに百姓。それとも百姓が侍の戦に加わるってのかい。だったらいいね。もう喧嘩ばかりで疲れたよ。不意に船が現れて、俺たちに火の矢を幾度も放ったんだ。故郷も何もかも失ってしまった。むごいな。故郷はどこだ。西の海辺の中ほど。気をつけろ。奴らは人と見れば襲うぞ。ここにおれ。様子を探ってこよう。お役に立てるかもしれませんよ。
厄介事は買い取りませんからね。あの通り高く気を張りすぎてるな。足りないものはないか。一度伊豆原の沖まで出ようかと思ってるんだ。やめとけ。海で猛虎にやられるぞ。太田家族も対馬を攻めてるのか。いいや、対馬の猛虎は荒々しくて嫌おうなしに殺すらしい。海賊だけで猛虎と渡り合えるのかな。飯を分けたらみんな飢え死にしちまう。あんた誰だ。息に知らん顔はないと思ったが。旅の者だが島から出られずにおる。でしたらこちらへ。昔語りを聞かにはなりませんが。皆で手を取り合い、こたびも乗り越えよ。侍からどれほど苦しめられたか忘れたわけではあるまい。こたびは昔ほど甘くはないぞ。何を言う。これだから若ほどはいかんのだ。では息に暗き日々を招いた侍の襲来を語ろう。その侍の名は酒井忠。とうとう千歳の昔、非常なる侍の群れが一気に襲い来た。頭の名は酒井忠。人斬りの酒井だ。酒井の馬はおぞましき荒駒。主の心を映した真っ黒なる鎧をまとう。得たり、人斬りは随分な抜かりをいたした。己がせがれを伴ったのだ。我らはせがれを虜となした。血に飢えし山犬の父を釣り出すためだ。愚弄なる酒井は罠へと飛び入った。その荒駒も無残に死んで、人斬りとせがれのみただ生き残り逃げおった。卑怯者よ。虚偽を申すな。全てざれ事だ。俺は戦場谷のでこの目で始終見たんだよ。俺もだ。どういうことだ。我が名は酒井仁、酒井忠の嫡男。父は息を救おうとなされた。救う。人を殺してか。己らこそ恩をあだで返しおって。恩なんて感じじゃねえ。敵討ちのために生きに来たんだな。嘘つきではあるが、敵として斬る気はない。まだ敵じゃないだけだ。やめとくれ。まるで犬の喧嘩だよ。敵討ちではない。助けに来たのだ。父上の馬鎧のことだが、あの日以来雪形知らず。だろうな。ありかを知りたい。太田家族と戦うために使う。侍に教えるくらいなら死ぬ方がマシだ。お侍、もう出てってくれ。帰れ帰れ。
やつは馬鎧の在りかを知っておる。言わぬなら影に隠れて密かに聞くほかない。ここには二度と寄らんでくる。あっちに誰かいる。行くぞ。いたぞ侍だ。帰れ帰れ。二度と侍のことを口にするな、サナクは。ジロ、あの戦で俺は家族を六人も失った。それで語りの続きは。ああそうだったな。ここからがこの語りの肝なんだ。社会は罠に落ちて荒駒を失った。息の者ども追い込めば人斬りとせがれは戦場谷へと逃げ走る。社会は足を引きつつ進み伏兵どもに行き合った。そこで待ち受けたる兵は二武器刀の数人のみ。されどそれにてこと足りた。ただ人たちが酒井忠の首級を奪った。侍どもは逃げ帰り、我らは酒井の馬から鎧を剥いだ。それからは息の高き馬に鎧を着せたが、いずれも乗り手を殺めたのだ。あたかも人斬りの怨念がたたるがごとくな。しかしてこれを飯田なる秋人へと売り渡した。馬鎧を積んだ船が沖へ出た時のことだ。急な大風が息を襲った。空に轟く雷鳴は時の声とも思われて、荒ぶる風が岸壁に飯田が船を吹き寄せて海の木図へ。その船はまだ船座の津にあるという。伊豆国か船の墓なる船座の津、酒井の馬の鎧やあらん。さても恐ろしき話だろう。馬鎧は船座の津にあるのか。おそらく初めの船にあるはず。飯田家の旗が印、色は金、いや赤か。
りではないぞ。あの鎧を馬に着せれば、馬はただしのごとく生き血を欲し、己を殺すであろう。父上の馬鎧、影に合うとよいな。影よく似合っておる。呪われていようと俺を落とすでないぞ。まるで父上の馬のようだ。流れ屋から守ってくれよ。大高族、野営が見つかったか。影、行くぞ。Спасибо.
侍だ。ああ、なぜだ。その馬鎧、まさか。酒井忠の馬鎧、その祖父が受け継ぎ、呪いは消え失せた。あれほどの仕打ちを受けてなお助けてくれるとは。お主の家族のことを不憫に思う。皆が眠るこの息のため、この身をかけて戦うと誓おう。父子よりも口が達者なようだな。信じてほしい。ああ、死ぬつもりで戦ってくれ。よもやこんなことを言う日が来るとは。ありがとうよ、酒井の息子。よし、影。長田湖の野営に近づくんじゃないよ。猛虎に奪われちまった。美濃は無事か。まあね。その代わりお坊様が連れてかれたけど、でもあのお方がいなけりゃどうせのたれ死ぬ。御坊が生きておればここへ連れてまいろう。しばし待っておれ。父さん、どこに行ったんだ。船が燃えておる。戦か。調べてみねば。
船の残片。